美術の秋も今が竹縄。ここ愛知県の小牧市は目下大変な絵画ブーム。郊外ではキャンバスと取り組む人々の姿をあちこちで見ることができます。今流行りの英才教育家、お嬢ちゃんも負けじと一生懸命絵筆を振るっています。ここで有名なのが、すでに18回目を迎える青空美術展。道路がたちまち展覧会場に早変わり、今ではすっかり市民におなじみになっています。画伯たちは幼稚園の園児から工場の工員さんまで幅広い層を誇っています。とにかく町の人々の絵画に対する関心は大変なもの。展覧会は毎年春と秋に開かれ、小牧市民を喜ばせています。